皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。2022年中学1年生の英語6月テスト復習の2回目です。はい、今回は日本語の意味を表す英文になるように括弧に単語を入れましょうと、こういう問題を解いていきます。括弧1番、私をケンと呼んでください、ね、この前私を何々と呼んでくださいというフレーズを覚えちゃってください。 Call me 何々、ね、Call me 何々というのは私を何々と呼んでくださいという意味になります。ですからここには Call、 最初の文字ですね、 Call me Ken please、 Call me Ken please、 こうなるんですね。で、Call me 何々というフレーズを覚えてない人はじゃあどうすればいいか、そういう時には日本語の部分と英語の部分を比べてください。例えば私を、 me がありますよね、 can と can がありますよね。で、最後に please 何々してください。そうすると日本語にない部分は呼んでという部分がないですよね。ですから呼んで、呼ぶという単語が括弧に入る、このように気づくことができますね。こういう考え方でもいいんですね。ですから Call me Ken please、 こうなります。2番、私はほんの少し日本語を話します。英文を見ると I speak Japanese just a 括弧となっています。 I は私は、 speak 話します、で Japanese 日本語を、じゃあ後ろの部分にはほんの少し、ね、ここの部分でほんの少しという意味になるように単語が入ればいいわけです。ほんの少しというのは just a little、 just a little、ね、ですから just a little、ね、赤い部分には little が入るわけです。3番、私は毎日英語を勉強します。英語を見ると I、 私は study、勉強します。 English、 英語を、こうあるので後ろの部分で毎日、こういう単語になるように、ね、こういう意味になるように単語が入ればいい。毎日というのは every day でしたから、ここには every、ね、これが入ります。 I study English every dayI study English every day。 4番です。私は歩いて学校へ行きます。私は歩いて学校へ行きます。で、I で括弧があって to school、 こうなっていますよね、この時日本語の部分の行きますという、行くという言葉に引っ張られて go という単語を思い浮かべる人いるんですけれど、もし go を入れちゃうと I go to schoolI go to school、 私は学校に行きますという意味にはなるんですけど、歩いて行くという意味にはなりませんよね。じゃあ歩いて行く場合は何が入るのか、 go じゃない、何が入るのか、実は歩くという単語が入るんですね。ですから I walk to school、 I walk to school で、私は歩いて学校に行きますという意味になります。じゃあ例えば走っていく、こういう場合は I run to school、ね、I run to school、ね、あ、間に合わないかもしれない、走っていこう、 I run to school、 こうなっちゃうんですね。じゃあ go ってどういう時に使うのかというと、例えばバスで行くんだったら I go to school by bus、ね、I go to school って言った後に by の by はって by bus、 バスでと付け加えるんですね。電車だったら I go to school by train、 自転車だったら I go to school by bike、 go の場合はこんな風に使います。今回は2022年中学1年生の英語の6月テスト復習の2回目、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。